この、まあ、プレマで8000時間やってるこのダブフルアーマーダブルゼータの人なんですけど、なんかね僕の動画のコメント欄でなんかすごいタヌキのことをこいつ雑魚すぎみたいな、でなんかブーストなしですら勝てるわこんなのみたいなコメントしたんですよ。で昨日なんかめちゃくちゃ生き散らしたコメントしてて、なんかなんなら2号機のメインだけで勝てるみたいなコメントしてたんで、でそこでミアレスがすげえ口喧嘩してブチ切れてたんで、これ魂のタイマン4先をやってあのプレマ8000時間の腕を見せてもらうと思います。はい、こんばんは。プレマ8000時間の動きを見せてもらいましょう。ちょっとコンビニ行ってくる。岩崎タイマンですというわけで行きます。これ終わった後タヌキのエキシビジョンだ。新しいおもちゃを見せてくれ。プレマ8000時間 VS タヌキ様を侮辱したのでメアレス君様全力応援です。行きましょう。外資系の再来楽しみだ。ありがとう。外資系の再来楽しみだ。ちなみに2号機バルカンでリボガン倒すのに250発以上当てないといけないらしいよ。見ていきましょう。ダイヤレスで8000時間もやってるの。GIJ過ぎたろ。タヌキでランクラ作る。じゃあ道の駅の Wi-Fi で8000時間やってる。それなら8000時間くらいの動き見ていこう。これ相当コメント大言質だったからね。おめえよく道の駅で8000時間相当コメント大言質だってこの人。優先限定のプレマを蹴られ続けて8000時間優先プレマまず、あ、ガチで ガチで道の駅8000時間らしいよ。いやしかしおっと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 8000時間がシャゲダンしたぞ。8000時間がメアレス君にシャゲダンした。どうする。メアレス君も相当喧嘩売られてたが、もしかして8000時間勝つのか。メアレス君相当喧嘩売って昨日バチバチにコメント欄、僕の配信のコメント欄もう殴り合ってたんですよ。コメントでずっともう配信になってもう関係なしでずっとコメントで喧嘩したんですけど、今んとこ5部っすね。全然まだ5部だが、プレマ8000時間の力を見てほしい。ちなみにあのプレマ8000時間ってあの1日あれらしいよ、 5.7 時間らしい、平均で割ったら1日 5.7 時間プレマ吸ってる人らしい。ちなみに 5.6 時間っていうとあの6時間って1日に4分の1 1日に4分の1使ってるからね。これもうバケモンでしょ。死んでた。8000時間嘘でしょ。8000時間え8000時間え8000時間プレマ8000時間プレマ8000時間ブースなしで勝てるって言ったり、2号機のメインだけで勝てるって言ったけど、どうした。8000時間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 嘘でしょ。1日6時間え平均したら1日6時間って、えっ、ハラワタくん8000ハラワタくん、おっとなんだこのコンボは。これが8000時間のコンボか。これが8000時間のコンボかやるね。なかなか2号機バレカンだけで勝てるっつうか。8000時間プリマ8000時間コメント大減衰ってこと。嘘でしょ。えコメントは相当大減衰だったか。どうする。もしかしてこの8000時間ってタヌキさんとアクシーさんの条件怠慢動画に湧いたやつですか。あ、そう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 、それそれそれ、アクシー君とタヌキの8000にコメントで湧いてて、なんか動画なのにコメント欄で30個くらいついてたやつ、編集コメントで。このゲームに約1年費やしてることになるけど俺もやってみたい。フリー8000時間さあ、負けの皮が剥がれてきました。8000時間、8000時間、いや、8000時間負けるわけないじゃん。8000時間やったら負けたくないじゃん。8000時間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 ガンダム WX バーサスメアブチギレメアリス君です。2戦目開始。そう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 、8000時間のブケの方です。これってコメントしたやつがこれ見た感じ僕でも勝てそうだぞ。どうせ初心者レアで生きてるもん。これ8000時間のブケの方です。メアレスさん頑張って。8000時間のブケ見てみようぜ。
ババ君がフラゾリアンダレも聞いてね。呼ぶたくて次はこれ見よっか。8000時間 vs 6500時間のタイマンも見てみたい。次はメアレスク見てる。おっとっとっと、8000時間の道の駅 Wi-Fi シャゲダンして、道の駅 Wi-Fi シャゲダンしている。発売日から今日までは33720時間なので、1日4から5時間やってる PSM の話しかし、さっきはガチャガチャうるさい。今は帰宅中だからと言い訳なんなら、車の運転中にスマホ触ることはいらん。本番は8000時間の部門の方が、おっと、しかし8000時間がかなり、おっと、おっと、これは？まさか、さっきまで接戦の演出だったのか。さっきの演出だったのか。なんか大差越しごってリアルやな。さっきの演出だったのか。とかミアレス君が、おっと、敬意を示している発電時間。そういえばメモになんかあったわ。道の駅が敬意を示している。道の駅が敬意を示しているが。4000時間出してきたな。やばい、2000時間くらい出してる。トグロ弟みたいなさ、8000時間うますぎ。そういうこと、今2000時間出してる。トグロ弟みたいなさ、力段階開けてってんじゃん。4000時間パワーあったか。おっと、これは、これは、おっと、部門2000時間の実力、これが2000だと。8000時間25、これが2000時間のパワー。マスクまだ 25% しか力を出していないのか。力を時間帯で計算するのか。マスクまだ 25% は 25% しか力出していないのか。昨日はクレマに参加しなくて申し訳ございませんでした。あの優勢な時だけシャゲ団はやめません。だから面白いんじゃん。これメアルス君最初から格闘振ってなかったら勝ったでしょ普通に。打ったから多分勝つだよ。しかしメアレス君が処刑されていく。うわ、重い。だって道の駅の Wi-Fi だもん。この人だって重いって言ってもしょうがない。だって道の単線で行きます。 Wi-Fi でやってるな通報できるんじゃないの。ご苦労8000。じゃあ俺も頑張るわ。道の駅行こうぜみんなで。みんなで道の駅 Wi-Fi 行こうぜ。メアレス君はマック Wi-Fi 使おう。お気に入りランダム。相手はスロットトライ。お気に入りでも勝てるさ。は？負けたら今度4000。2000。え？は？え？2000。は？セブンWi-Fiなら可能。と道の駅が2000できたぞ。ゲームすんなよ。車の中で道の駅見ながらしこってな。重い対戦のストックにやらそう頑張って。道の駅が2000できたぞ。8000時間が動かなくなるぞ。 www 8000時間が2000コストできたか。芝居ている。ダイマンドはね、なぜ30じゃないんだ。わからない。わからない。まあ8000時間さんには普通の常識通用しないから。でもストックリを芝居ているぞ。しかし2000コストでストックリを芝居ている。まさか8000時間は本物なのか。8000時間は本物なのか。最強ってこと。8000時間道の駅 Wi-Fi。 道の駅ルールだったらコスト統一するルールないぞ。あ、そういうことか。そっか、このスローネが8000時間の武家の方から。あ、そうです。 これが8000時間の武家の人です。始まってる。本気出したのか。ちゃっかりうまいのくさ。8000時間武家の方です。スロー目指すな。この機体見てるだけで腹出すんだよ。しかしやってるぞ。道の駅が勝ってるぞ。でもちょっと強いのくさ。これ4000時間ぐらい来たか。これ4000時間来たね。これ特に 50% 来てる。8000時間中の今4000時間来てるんで、特に 50% です今。相当特に来てるよ今。プレイヤーチェンジ。しかし横下がダメだ。トグル 50% で今結構ギア上げてきたね。お前まだ自分が死なないとでも思ってるんじゃないかって言ってそう。この道の駅8000時間、お前まだ自分が死なないと思ってるんじゃないか。道の駅4000のブツブツ道の駅で言いながらゲームしてそう今。初めて敵に出会えたんだな。どうの駅トグル 50% 来たか。スローネタイマン勝つのか。
分ラグ相当ひどいと思うよ。なんかちょっとね、動きおかしいもんね、ヤリスくん。明らかに動きおかしいもん。多分道の駅 Wi-Fi 相当悪質だと思うよ。道の駅でトラックで Wi-Fi してるからね、今。覚醒した。もう止まんない。イカペロ道の駅止まんない。トグロ 50% がちょっと怪しくなってきたぞ。トグロちょっと3000コスト使ってくんねえかな。トグロさん、ちょっと3000コスト使いませんか。トグロさん絶対重いよ、道の駅だから。イアレス君は相当重そうだが、道の駅 Wi-Fi。 いや、道の駅と戦いたくねえよ。これ負けそうだったらラグスイッチ代わりに発信できるってこと。ボコボコじゃん。トラック Wi-Fi でつむつむしてるから相当重そうだが、道の駅行けば会えるのかな。メアレス君勝利。今のもラグでコンボミスだろ。多分道の駅相当重いよこれ。次回1メアレスにベーバーサスクスイガンダムです。皆さん対戦改めて来てくれんか。皆さんコスト1回使って負けて悔しい。見てみんな、8000時間は道の駅 Wi-Fi ペーネロペのラグミサイルです。道の駅ペーネロペラグミサイルです。やべやべ、みんなトグロ 75% 来たよ。今8000時間分のプレバ、8000時間分のこれは先行のハサウェイ F 覚醒ペレだ。8000時間くんは、この道の駅 Wi-Fi くんは、ペネロペ F 覚最強って言ってたから、S なんてセンスねみたいなこと言ってた気がするんだよね。ってことは、こっから F 覚ペネロペ来たから、最強らしいよ、F 覚ペネロペ。F 覚ペネロペ最強らしい。見せてもらって、これ今トグロ 75% で今8000時間中の今これね6000時間分の力がついに6000時間分のクンフーを出してきた。6000時間分のクンフーです。これ力こそ正義を歌った小黒そのものですか。6000時間分のクンフーを見せてきたか。トグロ 75% トグロくん中国8000時間の歴史。トグロ君ちょっと弱くない？8000時間？ 8000 時間？これが F 角ペーネロペ？まさかこれが F ペーネロペなのか？これが F 角 P？ これが F 角ペーネロペ？あ、多分腐らないと思うよこれ。この道の駅 Wi-Fi。F 角ペネロペ。でも1段で F 角ペネロペ最強だって。 F 角ペネロペが使えるセンスねえよみたいな。8000時間プレマ君は言ってたからちゃんと信じろお前ら。 F 角ペネロペ勝つから8000時間。あれ8000時間8000時間コンプダメージ173。8000時間コンプ来た。おっと8000時間コンボ来た。おお強い。これが一角ペーネロペ。嘘だろ、これが一角ペーネロペ。2対2です。皆さん 254W、 皆さんこれが一角ペーネロペ。これが F 角ペーネロペってこと。時間パートスミアレス君2対2です。いきます。多分ねクソ重いと思う。道の駅8000時間の歴史。 S の方がよくね。道の駅 Wi-Fi 使いこなしているの。道の駅 Wi-Fi 使い回すか。相当悪質だよこれ。相当悪質だね。やったクソ重いと思うよ。ペネじゃなくて無線 F 覚醒が強いだけでは冷水に。まあ8000時間 Wi-Fi でプレイしてる人だからね。もう人の迷惑なんて一切考えてない最強プレイヤーだから、そろそろトグロ 100% 見たいけどね。これ負けたら8000時間来るから。おっと横角度を当てた。タッチキルト。
大元帥も体験してほしい。どんぐらい重いんだろうねこれ。6000時間発作再現でした。でも今んとこまだ6000時間しか見せてないよね。腕本気の8000時間見たいです。大元帥君を攻めてるぞ。攻めてるぞ。また原作再現かいいぞ。8000時間くん結構頑張っているか。すごいフルじゃん。すごいフルじゃん。8000時間やった結果このブンブンか。やるね彼。普通に結構強く見える。これアリーナ側の画面にはラグ適用されないの。アリーナじゃ分かんないね。感染じゃなく分かんない。オーライザー即収納。まあ8000時間出してもまだ9600時間を残してるから。でもまだね6000時間しかまだ特度 75% だから。でも良い動きしてる。まだ特度75% だから。おっと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 、カスカスカスカチってすげえカチカチってる。すげえカチカチって。確かになんでオーライザー使わない。ライザーどこ行った。原作よりおもろくてさ。オーライザーなんてなかった。確かにオーライザー使わない。8000時間使った結果オーライザーいらねえってなったんじゃない。8000時間使った結果オーライザー弱えってなったんだよきっと。おっと N 角決めて格闘コンボがマジでかっこいい。275減った。ガガ読んだ。ガガ読んで格闘しばかれている。大元帥が1回ラグの具合確認した方がいいだろこれ。 S 覚醒と F 覚始まった。原作ラストバトル8000時間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 いった。8000時間いくか。8000時間頭焼かれた。ライザーのこともしかして乾燥形態だと思ってる。頭焼かれた。275減るんだな。回線良くしてから来てくれる。グロ 100% お前ら来るぞ来るぞ。トグロ 100% お前まだ自分が死なないとでも思ってるのか。 S グルトン道の駅で生きり散らしてぞ。出力8000来るぞ。来たぞ8000時間。バルカンでいけんだろ。 S 覚醒フルコン。 S 覚醒 S サトルフルコンって何。これが8000時間の空腹。フラゾリアン、ババ君が黙れ窓際って言ってるよ。俺マジでつまらん。ライザーは強化形態なので使った方がいいですよ。8000時間 10% までいけるやろ。 S 覚醒トグル1万時間。あれがトグル 100% 来たぞ。接待だろ。来たぞトグル。接待ねえ、つらで。ハーハー言ってんだろうよ。サトルにして負けた時の言い訳作ってるのか。トグラ来たぞ、トグラ来たぞ。トグラ 100% これがプレマ8000時間の力だ。窓際これが8000時間の力だ。8000時間8000時間これが8000時間の力なのか。こいつもしかして第3形態使わない気か。8000時間嘘だろ。8000時間やって結局使わないの。嘘でしょ。8000時間使って結局使わないの。めっちゃ重そう。これラグ前提だから第二形態が強いってことか。クソ重そうだな。8000時間やってるってことはマキオンやってる時間やるない。やばいよ。 1日5、6時間やってるらしい計算で言うと。ラグラグウルマが悪すぎる。道の駅 Wi-Fi。道の駅からの脱いだけど死んだった。道の駅8000時間。リーチだぞリーチ。これをもしミアレス君勝ったらちょっとラグ確認してみようかな。ラグ確認部隊出るわ。1形態ごとに修行4000時間かかるから。第3形態の練習までまだできてないだからよ。リボのメインカチャカチャ一生断切れしててくさ。この回線で 5.6 時間はむしろ普通な気がする。この回線で8000時間やってんだぞ。マジで本気出してくれ。今レイクが道の駅で何してんだ。道の駅で巻きをやってんだ。道の駅で8000時間巻きをしてんだこの人。新しい創造主さ。
道の駅で8000時間負けんやってんのこの人は。ちなみにさ、タヌキにさブースト抜きでさ戦ってほしいんだけど、タヌキにブーストなしでちょっとさ見先してほしいんだけど、ちょっと次やってもらおうか、コメント書いたらやってもらおうぜ次。おっと、ここでメアレス君がトグル 100%、 おっとトグル抜いた、トグル 120%、 トグル 120%、 トグル 120%、 トグル 120% 来た、1万時間、トグル来た、トグル トグル 120%、 メアレス君勝利でーすトグル最後 120% 来た